全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。ゴーダッシュは1番人気ションテンのデーマ。まず何がいきますか。2番パールミサイル、すっと前につけます。2番手5番追い込み馬、4番ションテンのデーマ方位をキープ、少し差が開いて1番合わせウル、最後方は3番ペイソウル。長丁場のレース、スタミナが要求されます。5頭各馬一段となっています。主導権は2番パールミサイル、後ろに5番追い込み馬、4番ションテンのデーマ方位をキープ、少し差が開いて1番合わせウル、3番ペイソウル後方。先頭は変わらずパールミサイル、後ろに5番追い込み馬、4番ションテンのデーマ方位につけています。少し差が開いて1番合わせ馬、最後方3番ペイソウル。正面スタンド前は大歓声。 1000m の通過タイムは1分3秒0。先頭は5番追い込み馬、続いて2番パールミサイル、4番ションテンのデーマ方位をキープ、後ろに1番合わせ馬、最後方は3番ペイソウル。各馬第1コーナーをカーブしていきます。先頭は変わらず追い込み馬、後ろに2番パールミサイル、4番ションテンのテーマ方位をキープ。これを見るように内側1番合わせ馬、2コーナーを抜けて向こう正面、最後方3番ペイソウ馬、先頭は変わらず追い込み馬、後ろに2番パールミサイル、4番ションテンのテーマ方位をキープ。内側1番合わせ馬、3番ペイソウ馬後方、先頭は変わらず追い込み馬、3コーナーに差し掛かろうとしています。後ろに2番パールミサイル、4番ションテンのテーマ方位をキープ、内押さえて1番合わせ馬、最後方は3番ペイソウ馬、先頭は依然追い込み馬、後ろに2番パールミサイル、4番ションテンのテーマ後位につけました。これを見るように内側1番合わせ馬、3番ペイソウ馬後方。4コーナーから直線へと向きます。さあ直線勝負、400を切って先頭ションテンのテーマ、その後追い込み馬ションテンのテーマ、後続を引き離して先頭。ここからが勝負どころ。追い込み勢には追い込み馬、依然として先頭はションテンのテーマ、2番手パールミサイル、その後追い込み馬ションテンのテーマ、堂々と合輪。勝ったのはションテンのテーマ、鞍上は C 広文騎手、ションテンのテーマ、ブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着パールミサイル、その後3着追い込み馬